つい昨日行ってきました。まずはこちら、茶色のルックアットマイアイジェルアイジュエルアイシャドウブラウンのカラーを買ってきました。行列だった。もうそう、こんな小さい店にこんな並ぶってぐらい人いっぱいいた。びっくりしたよ。昨日多分あれなんやね、ほとんどの学校の人が体育祭の大宮殿もめっちゃいた。人がめっちゃいた。そう、このカラーはですね、こんな感じのブラウンです。いいの乗ってんだでしょ。そう、こんな感じのめっちゃいい発色ですね。そしてこのキラ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 のこの感じも良くてですね、もう普通にこれのこれだけ一色だけ、これ一色だけでももういけるかなって感じのいい感じのカラーを買ってきました。もざってるから分かりけ、嘘、もざってた。じゃん、こんな感じで、このラメ感もキラキラで最高にいい。僕が持ってるのおそろっちだ。じゃん、こんな感じ、一色でも全然使えるカラーです。そしてですね、こちらデレンデレン、こちらリップを買ってきたんですよ。リップを買ってきたんですけど、これはあかりさんも YouTube の動画で、そう、YouTube の動画で紹介していたリップです。そう、ミニトゥーマッチっていうやつなんですけどね。そう、こっちとこっちで2個つけれるっていうやつ、自分の好きなやつをペッパーソー買ってきたんですよ。ね、なんとね、びっくりしたんですけど、その店内の中にね、モニターがあってね、そこでね、3つモニターがあってね、そこで3つでからね、あかりんさんの YouTube が流れてた。あかりんさんのエチュードハウスでのコラボ動画を流してた。すごくない？そう、エチュードハウスのモニターであかりんさんと出会ったんだ。すごいでしょ？ねえ、ラメいい感じ。キラキラなな。すごいでしょ？しかもエチュードハウスめちゃくちゃ安い。めちゃくちゃではないけど、プチプラー。すごいでしょ？そう、その中でめっちゃ色は迷ったんですけど、めっちゃ色を迷ったんですけどね、こんな感じの色にしました。なんかね、名前が面白かった。アイドルなんちゃらっていう何だっけ、もう忘れちゃったんだけど、アイドルなんちゃらっていう色だったよね。そう、面白すぎたっけ、それにした。おー、めっちゃ何回も塗ったらめっちゃついちゃった。こんな感じの色です。おお、こんな感じ、どう？こんな感じ。そう、あかりさんすごいよ。モニターに映ってたもん。こんな感じのピンクの色にした。そしてこっちには、そう、キラキラのラメのやつをね、入れて、そう、重ねてやろうと思って。こんな感じのラメラメなんですよね。ちょっと待って、なんか、じゃん、これです。こんな感じのラメラメの色になってまして、ちょっと待っちーの、ちょっと待っちーの、ちょっと待っちーの、オシャンティーでしょ。なんちゃらはダメ、そう、アイドルなんちゃらっていう名前だったんだけど忘れた。鈴かけなんちゃいいでしょ。ちょっと待って、一旦落として、ここにめっちゃ手がキラキラしとった。まずここにこのリップを塗っていきます。スーッとスーッと、こう2回塗りましたからの、こっちのラメの方、そう、なんかブルーのラメをね、あかりさんは使っとったような気がして、ブルーあったよね。だけど、それソールドアウトになってた。もう売り切れー、売り切れー。ジルスチュアートが一番だな。
いいですね。高すぎて持ってないよ。ジル・スチュアート、いつか買える時が来たらいいなって思ってますおお、こんな感じです。重ねて乗りました。